はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、藤田克也物語、おそらく10回目です。はい、で今回はヤクルト戦、相手ナーブゾンです。はい、もしかしたら俺がね、外国人ピッチャーからめちゃくちゃ打てるっていう才能の持ち主かもしれないんで、やってみたいなと思います。難易度がね、強いなんですよ。まあ、ちょっと打てるかどうかわかんないんですけど、ナーブソンとあれでしょ、変化球ピッチャーでしょ、多分確か。俺変化球は打つのね、結構いけてると思ってんだよね、自分では。ストレート打てないけど、まあやっぱメインは、まあ守備は守備なんで、今回こそ、まあ、10回目だから、おそらく10回目だと思うんですけど、10本目の動画っていうこともあるんで、そろそろファインプレーっていうものをね、やりたいなと。バッチコイ。先頭バッター歩かせました。ゲッツーですね。お、バント。俺ファースト行けばいいんだな。送ります。違ったか。取りました。一塁送球。俺セカンド行くべきなのかな。わかんねえ。まあなんか突っ立ってるよりはマシでしょ。打ちました。多分ショートが構えます。取ってツーアウトです。ツーアウトランナー二塁。よし来い。迷わずファースト。追っつけて打ちました。これはどうか。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。スワローズここは抑えておきたかった。よし来い。インサイド落ちました。うわ惜しい。抜ける。ファーストランナー惜しい。三塁に向かう。映んないかな。イーグルスピンチになりました。すげえ惜しかった今。インコース詰まりました。ファーストが構えます。銀次が抑えてスリーアウトチェンジです。よし打つぜ。バッターは2番。初球ストライク。その球は打ちやすいな。でストライクを取りました。ストライクになります。あっという間に2ストライク。えらい落差あるね。きついな。俺カーブ打つの結構自信あったけど、それはちょっと無理だな。そのカーブは最悪。強いわね。強いよ。打てないもん今日。大丈夫、俺今回ファインプレーするから。2球目打ちました。伸びていく。どうだどうだ。うまいぞ。いいぞ。掴んでワンアウト。よし来い。高めのボール見えない。ライトライナー掴んで。よし来い。なんか来そうじゃない。変化球で空振りを取る。よし来い。華麗にさばいてやるよ。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。センターが取りました。来そうだな来そうだな。引っ張った。サードが取る。一塁送球します。アウト。ツーアウト。よし来い。変化球空振り。やることね。守備機会ゼロだよまだ。今画面に出て。よし来い。あんまこっち来なそうだな。初球打ち。ほらね。左中間に強い打球。レフトセンターバックする。バックする。真ん中を破りました。バッターランナーは二塁到達。先頭。今の投球小宮山さんいかがですか。まあ俺がやることは取ってファーストに投げることですよ。打ち上げた。掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。来い。ジャストミート。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。
セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。ここはうまく打ち返されました。やることないんだけど誰か仕事与えてくれよ。外れてフォアボール。ゲッツーチャンス。変化球打った、ファースト取った、二塁送球。あ、俺ファースト入んなきゃいけないな。あ、これピッチャーだよ。際どいタイミングも一塁はセーフ。 よし来い、打ってこい。インサイド打った、フェアだ、抜けていった。前バッチ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ここは絶対に抑えておきたい。よっしゃ来い、仕事させてくれ。引っ張った、藤田素晴らしい反応を見せた。やったやった、ファインプレー出た。素晴らしいプレーが出ました。得点を許しません。うめえ、うわうまい。もう一回映して、もう一回リプレイやっていいよ。もう一回やっていいよ。もう一回はない。いやーやーばい、楽しい、かっこいい。いやーちょっとナーブスも打ちてえなー。サークルチェンジ一球しか放ってないよね、あれからね、あの一球しか。オッケー。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトからランナー一塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターも。うまいことね、カーブ投げるタイミングで走っちゃえば、俺いけると思ってんだよね。初球カットボールか。もう一球見ようか。カーブ。結構ね、カーブ連発投げるとこ見てるから、行こう。次行こう。ストレートだった。最悪債務士知らねえよ。ちゃんと出すやダメだよって。見てねえもん、そんなの。俺が勝手にやっていいもんだと思ってたよ。よし来い。打ちました。一塁そのまま入ってアウト。なんか俺も一皮むけた感があるな、セカンドとして。インコース詰まりました。三好がいいぞ。2アウト。バレンティアなかなかこっち転がさないんじゃないかなと俺は思ってるんだけどさ。フォアボールのランナーを出しました。よし来い、取ってファースト。打ちました。セカンドが取る。一塁送球。ういえい、聞きました？取った瞬間ウィーだってさ、自分で恥ずかしくなっちゃう。イーグルスビハインドで迎える6回です。よし来い。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。いや楽しいな、守備楽しいね。これゲッツーチャンスですよ。取ってセカンド投げる。ライト方向流しました。これはどうだ、ライン際入った。ファーストランナーセカンド、セカンド大好きでしょうちら。イーグルスピンチになりました。よし、打ちました。セカンド取る。二塁送球、二塁アウト。よっしゃ、今リプレイだよ、リプレイ、リプレイ。来い。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。3対0ヤクルトスワローズがリードしています。かっこいい。うまいもんね。まあ俺ホーム投げようとしたけどさ、一瞬さ、バッターボックス。バッティングな、任せろ、打ってやるよ。最初は変化球できました。無理だな、そのカーブちょっと無理だな。うわ、タイミングとしては合ってたんじゃないかなけど。よし来い。
2球目打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。ライトが取りました。おしごい。ライト方向を流しました。ライトに上がった。上がりすぎました。ライト掴んでツーアウト。やることねえな、寂しいな。すくい上げた。ショートに任せます。取ってスリーアウト。かっこいい。よし、今日の藤田風也は元気だよ。3番来いよ。任されたのは片山。さあ小宮山さん、終盤ここで変えてきました。きっちり抑えて味方打線の反撃を待ちたいですね。そうですね。さあしっかり抑えて。よし来い。2球目打ちました。ヒットになった。ワンアウトランナー一塁です。ゲッツー。これはどうか。右中間真ん中破りました。急げ。へい。バッターランナーは二塁まで進みました。イーグルス。よっしゃ来い。ホームだな。投げてやるよ。高め打った。ショートの左掴んだ。一塁。冷静だな。俺なら絶対ホーム投げた。ファーストでいいよ。このピンチ。何今の。おかしくなかった。キャッチャーとかもろもろの動き。よし。お、秋吉。ルイキー。あ、初球打ち。無理に振ることなかったな。掴んでツーアウトです。ツーアウトランナー一塁と変わります。まあ、けどヒット一本打ってっからね。今日は。さあ、守ろう。最後にもう一つ活躍しよう。よし。ライト方向を流しました。高く上がった。これはどうか。ライト線フェアです。バッターランナーは二塁到達。俺がやることはファースト入ろう。バントしました。ピッチャー前。ピッチャーが抑えた。大丈夫そうだ。一塁アウト。きっちりと取ったらホーム。ランナースタート。スクイズだ。一塁方向。セカンド取った。一塁。冷静だったね、俺。ご覧いただきました。見てて、冷静だから。大事な場面でスクイズを決められてしまいました。そこじゃないからね、打つとこ。追加点を奪われています。見逃し三振。追いつけ。縮小。いやまあけど今回はなかなかまあ派手なことと言いますかできたんじゃないですかね。まあちょっとバッティング聞いてなかったけどね。だいぶ守備がいけてたねこの動画は。よし、次が、広島戦ですね。6月の18、19のどっちか、撮ろうと思います。はい、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。